こらこら、ルドルフ、息子に乱暴してるんじゃないわよ。で、言ってよ姉貴。エヴァ姉さん、そのくらいにしてあげてください。同じ分、後で反対の耳を私が引っ張って伸ばしておきますので。あら、ごめんなさいね。キリエさんの引っ張る分も残しておかなくちゃ。ルドルフ、後でたっぷりキリエさんにお仕置きしてもらいなさいね。ったく、姉貴こそ弟いじめもいいとこだぜ。秀吉兄さんもこんな姉貴を拾ってくれて本当にありがとうございます。兄さんの寛大さがなかったら今でもまだ売れ残ってますよ。弟として申し訳ないです。誰が売れ残るって？ルドルフ、側頭部直撃だと一発で昏倒するわよ。この間演舞でミスって相方泡吹いちゃったんだからね。いやいや、足癖の悪い姉貴で本当に申し訳ないです。わしには兄弟がおらん。だからエヴァとルドルフ君のじゃれ合いを見とると胸がポカポカしてくるんや。兄弟や家族はほんまにええもんやな。あら、ジョージ君に弟を作ってあげるという話はないんですか？もうジョージ君も立派な大人になって手も離れたでしょうから、次の子がいてもいいでしょうに。おいおい、キリエ、生まれてくる子の苦労も考えてやれよ。よくこの性悪姉貴から生まれてジョージ君はあんなにもまっすぐ育ってくれたもんさ。本当にジョージ君は偉いな。うちのボンクラに今度爪の赤を分けてやってくれよ。そんなことないわよ。エヴァ姉さんの教育が間違ってなかったからジョージ君はあんなに素直ないい子になったんだから。ですよね、姉さん。あらあら、そんな。どうかしら。うちのジョージもまだまだ頼りなくって。そうそう。それよりお宅のエンジちゃんはどんな具合なの？吐いちゃったって聞いたけど。そうやそうや、久しぶりに顔が見れると思って期待してたんやで。大丈夫なんか？いつも季節の変わり目に風邪をひくんです。どうも弱くって。本当は連れてきたかったんですけど、今回は私の実家に面倒見てもらっています。それが賢明よ。本家の毒気に当てない方が治りは早いもの。大人の都合より子供の病気の方が大事よ。わしな、白風邪に弱気く薬知っとんや。帰ったらすぐ送るさかい、使うてくれや。ありがとうございます、秀吉兄さん。いつもお世話になりっぱなしで。まだ天候調査中がなくならないね。
ちょっと天気が怪しいものね。また台風か。親族会議が毎年10月ってんじゃ。これは宿命だぜ。もうちょい時期を選んでくれりゃいいのによ。どうかね。私もお盆の時期にやってくれればっていっつも思うわよ。ならルドルフ、それ今回の会議でお父様と兄さんに提案してみればいいじゃない。冗談、姉貴が言えよ。俺が何を言っても兄貴は聞かねえよ。いやよ、私は別に10月でも困らないもの。ルドルフが台風が嫌だからって言うから提案したらって言っただけよ。俺は台風が来るのはいつものことだなって言っただけだろ。お盆の時期がいいって言い出したのは姉貴だぜ。あら、去年ルドルフも言ったわよ。お盆の時期なら仕事のスケジュールとも合わせやすいのにって言ってねえだろ、そんなことよ。言ったわよ。私そういうのは絶対忘れないもん。いや言ってねえよ。言ってんのはいつも姉貴だよ。知ってる？寸止めって高等技術なのよ。チッ、いい年した女がはしたないことばっかしてんじゃねえぜ。普段は父親や母親として振る舞っていても、こうして親族会議で元の兄弟に出会うと子供の頃の自分に戻っちゃうからだろうね。と冷静に分析できるジョージ兄貴の方がずっと大人に見えるぜ。俺は将来あんなクソ親父みたいにはなりたくないに。なるなら兄貴みたいな知的な大人になりたいもんだぜ。僕かい？僕なんかまだまださ。社会経験が全然足りないし、社交性も度胸も足りない。バトラ君にはそれらのいくつかがすでにあるように思うよ。だからきっと成人したら僕なんかすぐに追い抜いちゃうさ。おおおおお、
さんやないか。マリアちゃん久しぶりやの。久しぶり。うん、マリア、お久しぶりです。でしょ、言ってごらん。おお、お久しぶりです。そうや、よく言えたな。ご褒美に飴玉あげような。おっとっと、あれ、どこにしまったんや。ローザさん、お久しぶりです。マリアちゃんもお久しぶり。ご無沙汰してます、キリエ姉さん、秀吉兄さん。と、あら、バトラ君、大きくなったわね。いやー、今日は会うたびに言われてて恥ずかしいっすよ。おう、ローザ、遅かったな。飛行機がダイヤ通りだったらギリギリってとこだったぜ。ごめんなさい、列車の接続がうまくいかなくて。なーに、また天候調査中なの。ぼやかないぼやかない。船で6時間も揺られるくらいなら飛行機でほんの30分の方がずっとマシよ。たとえ1時間余計に待たされたって全然早いんだから。マリアちゃんも大きくなったで。今身長いくつあるんや。この間の身体測定でいくつって出たっけ。これでも少しずつは伸びてるんですよね。え、うん、去年よりもずっと成長したと思いますよ。今年で9歳でしたっけ。9歳。うん、そうだね、9歳だね。マリアちゃんも元気そうでよかった。よいしょ。うん、もう高い高いをするにはちょっと重くなってきたかな。うわ、ジョージ兄貴、そりゃレディに失礼だろ。俺がやってやるぜ。高い高い。マリアちゃん、覚えてる？バトラ君よ。一緒に遊んでもらったの忘れちゃった？無理だろ。最後にバトラと会ったのは3つの時だぜ。3つの時の記憶なんか残ってねえよ。マリア、バトラお兄ちゃんよ。ルドルフおじさんの息子さん。わかる？兄さんの息子さんが、兄さんが息子さん。ほう、ほう。
マリアちゃん。彼はバトラ君。僕と同じいとこだよ。庄司お兄ちゃんと同じ？バトラ？いとこ？おお。そう。よくできたね。俺がバトラだ。よろしくな、マリア。うん、バトラ。こら、マリア。呼びつけちゃダメでしょ。バトラお兄ちゃんと呼びなさい。いいっすよ、ローザおばさん。細かいことは気にしないっすから。まあ、マリア。俺とお前は、名前を呼びつけ合う仲だもんな。バトラ、バトラ、バトラ。おや、マリア、マリア、マリア。お待たせしました。新島行き201便の搭乗をこれより開始いたします。ご搭乗のお客様はカウンター前の白線前に2列でお並びください。ローザ、搭乗手続きまだだろ。急げ急げ。いけない。マリア、いらっしゃい。Thank you.
これよりご登場となります。名簿をお読み上げいたしますので、前方の座席右側から順に右左次の列の右左と詰めてお座りになってください。それではお読み上げいたします。後ろ宮秀吉様。わしからか。はい、そうだ、エヴァ、飴玉あるか。さっきから探してるんだが見つからないんや。後ろ宮エヴァ様。ハンドバッグの中よ。機内に入ったら出すわ。俺の席窓際だといいな。大丈夫だよ、窓際席しかないもん。後ろ宮ジョージ様。はい、大丈夫だよバトラ君、あんまり揺れないから。後ろ宮バトラ様。兄貴、あんまりってどのくらいだよ。船から落ちても泳げるからいいが、飛行機は落ちたらそれでおしまいなんだぜ。もちろん客席にはパラシュートがあるんだろ。ねえの。後ろ宮ルドルフ様。ほらバトラ、感動してねえでとっとと奥行け。行っていい親父、押せって。パラシュートがねえんだよ。後ろ宮キリエ様。ほら仲良くじゃれてないの。進む進む。いてえよキリエ、押すなって。ボンクラが進まねえんだよ。後ろ宮マリア様。後ろ宮ローザ様。こらマリア、静かにしなさい。こちらは機長の川端です。本日は新東京航空201便をご利用いただき誠にありがとうございます。新島空港までは約20分のフライトの予定です。上空の気流が乱れているとの報告が入っています。多少の揺れがあるかもしれませんので、離陸後もシートベルトは外さないようにお願いいたします。兄貴、シートベルト外しちゃいけない揺れってなんだよ。じゃあ僕なら離陸後はシートベルト外せるぜ。それが外しちゃいけないってどんな揺れだよ。くそ、騙された。何が揺れないだ。パラシュートはどこだよ。やっぱり俺は船が良かった。